定年。定年とは、企業や公務に勤める正規雇用者で、ある一定の年齢に達したら、仕事を退職、退官する場合の、その年齢のこと。またそうした仕組みによって、雇用関係が終了し、退職、退官すること、定年退職。労働者が一定の年齢、定年年齢に達すると、自動的に雇用関係が終了する制度を、定年制という。 定年制が導入されているか、されていないか、ということは、国ごとに、状況は異なっている。日本では定着しているが、アメリカ合衆国やイギリス、オーストラリアなどには定年制が存在しない。また、同一国内であっても、職種や法人によっても異なる。一旦定年になっても、継続雇用や再雇用される場合もある。アメリカ合衆国では、 40歳以上の労働者に対する年齢を理由とした雇用関係、雇用条件、賃金、配置、役職などのあらゆる就職差別は連邦法によって禁じられている。一部の職種では例外的に認められているものもあるが、その多くは軍人や警察官など政府関係の現場職である。アメリカの民間企業では年齢を湯広氏とした解雇である定年退職や、 年齢を理由とした賃金、役職、配置の広角である再雇用制度などはなく、労働者本人の希望による退職や、能力的な理由による解雇でない限り生涯に、わたって働き続けることができる。また年齢を基準とする求人差別を防ぐため、就職活動用の履歴書に応募者の年齢や、青年月日の記入を求められることはなく、正式に採用が決まるまでは、 企業側が応募者に年齢や青年がつぴ尋ねることもなくその目的も就労資格や税務上の確認に限られる。中国共産党中央政治局には委員の68歳定年制があり、党大会時の年齢が基準となる。現在の中国政界で中国共産党の政治局常務委員でない者が国家の最高幹部になることはまずありえなので実質的に 国家指導者の定年制となっている。1997年に定年制が導入される。以前は、毛沢東、出徳、要件営など、80代の政治局常務委員の例も、珍しくなかった。ブータン国王は2008年に制定された憲法によって、65歳になった時点で、退位することとなっている。国際オリンピック委員会、IOC の委員には、 80歳の定年制がある。日本では1959年、第2次元内閣によって国民年金法成立し、国民年金が導入された。1950年に男58歳、女61.5歳であった日本人の平均寿命は、1960年に男65.32歳、女70.19歳、1970年に 男69.31歳、女74.66歳、1980年に男73.35歳、女78.76歳と格段に伸びていたが、多くの企業において55歳が定年退職であった。1986年の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正で60歳定年が企業への努力義務に、 1994年の改正で60歳未満定年制が禁止。1998年施行されたことで60歳が日本の標準的な定めになった。2000年に企業に対して65歳までの雇用確保措置を努力義務化された。2004年に企業に対して65歳までの雇用確保措置の段階的義務化。2006年施行。2012年には 企業に対して希望する労働者全員を65歳まで継続雇用することが義務化がされた2013年施行。男女雇用機会均等法の施行以前は男女別に異なる定年年齢を設けている企業も少なくなかったが男女同定年に改善された。会社が定年制を導入するには定年に関する事項を就業規則に明記し 労働基準法第89条でいう、退職に関する事項に含まれる、かつその定年制が、観光的に行われている必要がある。日本の企業の正社員と公務員は、その大部分が、定年制を導入している。一方で定年を定めないことも可能である。2012年7月には、定年を40歳にして、雇用の流動化を促そうという、 日本国政府の提案が発表された。ただし、これは何歳でも、その適性に応じて雇用が確保され、健康状態に応じて、70歳を超えても、活躍の場が与えられることが前提条件であるが、40歳以上での再就職が、極めて困難な現在の日本の社会において、そのような前提条件を成立、実現さる方法については、政府は何の具体案も出していなかった。 そのため、この提案に対しては、転職を支援する制度面の整備が進まなければ安易なリストラの助長に終わる懸念もあるなとする批判が強く、現在の日本の社会では実現の可能性は低いと考えられており、事実2012年末の政権交代で、運んさん無償した。2012年8月29日、60歳などで定年を迎えた社員のうち、 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入を企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が成立2013年4月から施行される2012年には日本人の平均寿命は男性が過去最高の79.94歳女性が86.41歳にまで伸びていたこの改正案について当時は 企業内の労働者の利益を代表する労働組合が希望者全員の雇用を求めたのに対し経済界は他の社員の給与を減らすか若年層の採用を減らすかという選択を迫られ金内ないとして反発を強めていた定年者の再雇用拡大に伴って非正規社員の削減を検討している企業は3割に上るしかし政権交代後のアベノミクスで 少し景気が上向くと即座に労働供給の壁に突き当たって売り手市場の人手不足の状態に変化した以降は有効求人倍率がバブル経済期を上回ったそのため中小企業だけでなく大企業でも人手不足感が高まって定年後の再雇用への年齢上限を撤廃する動き強まった2017年には社員の生涯現役を求めて活躍する シニア社員が新たに取り上げられるようになるなど、人手不足の企業と働き続けたい労働者の利害の一致により、定年年齢を労働者が決めることが見受けられるよう、なった。高年齢者雇用安定法では、企業が定年を定める場合、60歳を下回ることができないとされている、高年齢者雇用安定法第8条。年金。 厚生年金の受給年齢が65歳に引き上げられることもあって、会社、使用者は対応を迫られている。改正高年齢者雇用安定法、下記については、2006年4月1日施行によると、事業主は65歳までの安定した雇用を確保するために、下記のいずれかの措置を講じなくてはならない、高年齢雇用安定法第9条。なお、それ以前、 2000年の改正は65歳までの継続した雇用を促す努力義務規定であった。東京都労働局の平成24年度高齢者の継続雇用に関する実態調査では、高年齢者雇用確保措置については継続雇用の導入を実施している事業所が86.1%と圧倒的に多く、定年の引き上げは9.1%、 定年の定めの廃止は2.4%となっている。またいずれの措置も実施していない事業所は5.9%であった。なお、定年退職者を継続雇用することについても就業規則に定めることが必要である。継続雇用とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度のことである。 法改正により継続雇用の対象者を限定することはできなくなったため、希望者全員を対象とするものにしなければならず、事業主が制度を運用する上で、労働者の意思を十分に確認することが必要である。法律上は、定年年齢に達した誕生日の前日から定年退職とすることが可能だが、定年年齢のいつの時点で定年退職とするのかは、会社により異なる。 主な方法は、下記の通り。定年年齢に達した誕生日に定年退職とする方法。誕生日の月末付けなどの場合もある。入社、採用を4月、新卒時に一括して行っている、中途採用を一切実施していないと想定たくらみで、この方法を取ると、同期、同年齢の入社でも誕生日によって、就業期間に最大で1年近くの差が出てしまう。 3月4月1日生まれのものは4月2日以降生まれのものと比べて1年近く長く技できるため、また4月の時点で欠員がゼロになるように採用した場合、次の4月まで新規採用をしないとすれば、その間に定年に達したものが少しずつやめていき、3月の時点では最も欠員が多くなる。これに準じた方式として、誕生月の月末、 または、月給計算締め日を退職日とする企業も多い。この方式では、就業期間が最大1年近くの差があるので、同期入社、同年齢で、役職、待遇が全く同じであったとしても、生涯賃金、退職金の額が異なってくる。特に3月及び4月1日生まれのものは、4月2日以降生まれのものと比べて1年近く長く勤めることができるため、 その分、生涯賃金、退職金の金額も増えることになる。大相撲の親方の定年、相撲協会では公表記するはこの方式をとっており、たとえ本場所の最中であっても親方は65歳の誕生日を迎えると同時に定年となり、退職しなければならないた、部屋持ち親方は65歳の誕生日を迎える前に、後継者を決め、部屋の継承届を出す必要がある。 親方がいない部屋の力士は本場所に出場できないという相撲協会の規定があるため部屋の事情によっては現役力士が親方の六十五歳の誕生日の前日をもって引退し部屋を継承する場合もある現在の相撲協会では現役力士が親方の職に就く二枚観察は認められていないためその年度に定年退職する人の退職日を揃える方式 例えば、退職日は60歳の誕生日以降の最初の3月31日、4月1日で60歳になった人は、その翌年の3月31日、60歳で定年退職なというように企業の規定で決めてしまう。こうすることにより、次の一括採用日までに欠員がだんだん増えていく状態を回避できる。この方式は、公務員や、 採用日が1年に1回というように固定していて、中途採用を実施していない企業、例えば一部の鉄道会社などでよく採用されている。このような企業や役所では、採用日の前に何らかの事情で欠員が出た場合には、被番ん者が時間外労働、休日出勤で対応する。電通が2006年に行った調査では、男性の77%が定年後も組織で、 働くことを望み、75%は、定年前に働いていた企業を希望、働くことを希望した者のうち、フルタイム希望者が47%、パートアルバイト希望者が40%となっている。役職定年とは、通常の定年とは別に一定の年齢に達すると、役職がつかなくなり、平ら社員等になる制度のこと。制度として明記しているのは、 民間会社の一部に留まるが、配置転換などを含めた実質的な役職定年は、公務員も含めて広く採用されていると考えられる。例えば地方公務員であれば公社社員等に、中央省庁勤務なら財務省課長などの重要、省庁幹部ら外閣団体へマくダるなどがある。一般的に50代前半から半ばに設定されており、50代後半の平均年収が50代。 前半の平均年収より低くなっている原因の一つであると考えられる。また、校舎が一般企業に比べて幹部の割合が多いのも表面上の階級を下げずに部下のいない仕事に配置転換するために理事三次格で入社させることが多いことも影響していると考えれる。なお、理事三次格といっても実質的な権限が上位機関 市区町村であれば都道府県、都道府県であれば、中央省庁、中央省庁であれば交換などにあり、部下がほとんどいない他に実質的な平社員となる。なお、役職定年を迎えたとしても、これまで長年の実績、経験があるため、定年後の継続雇用と同様に、通常の平社員等とは、職務内容や待遇が違うことも多い。 2004年のローム行政研究所の調査では、約4割の企業が導入していることが判明した。なお、社長や取締役について定年制を設ける企業も存在する。この場合、一般社員の定年より高くなるのが普通である。野球やサッカーなど、プロスポーツの世界では、体力の関係上、40歳定年説が言われることが多い。 具体的に定年が定められているわけではないものの、現役選手としては新世代の選手に、体力的にかなわず、体力的に現役続行が可能でも、チームとして世代交代を推進するなどのために引退せざるを得ないのが通常である。ただし40歳を超えて、現役を続けた選手も少なからずいる。日本のプロ野球選手の現役最年長記録は、山本正の50歳。 2015年引退、米国 MLB 選手の現役最年長記録は、サチェル・ページの59歳、1965年引退で、日米共に2017年現在でも40歳を超えるプロ野球選手もいる。日本の J リーグでは、三浦和義、中山正史が B リーグでは、織本モ・彦がそれぞれ40歳を過ぎて現役を続けている。サッカー界における、 現役最年長公式戦出場記録は、メキシコのサルバドール・レジェスの71歳。NBA の現役最年長記録は、ケビン・ウィリスの44歳。プロゴルフにおいては、男子は50歳、女子は45歳をそれぞれ過ぎると、基本的には、シニアと呼ばれるカテゴリーにおけるツアーを転戦することになるが、レギュラーツアー自体の定年は存在せず、 シニアの年齢を過ぎてもシード権獲得など条件を満たせば、レギュラーツアーに参戦を続けることが可能である。そのため、シニアと並行して、レギュラーにも参戦する選手もいれば、尾崎正史のようにシニアを拒否して、レギュラーに関わり続ける選手も存在する。2018年現在、PGA ツアー最年長出場記録は、ジェリー・バイバーの77歳。 日本プロゴルフツアー最年長出場記録は、青木勲尾の74歳。大相撲では、現役力士の定年はないが、大部分の力士は30代になると、次第に体力が衰えて、番付が下がり、引退を迫られるのが普通で、力士によっては、負傷や、成績不振などを理由に20代で退してしまう者も、多く、40歳以上で現役を続けられる者は、ほとんどいない。 重量と幕下の待遇差が大きいため、幕下以下でなら現役継続が可能でも重量陥落を機に引退することが多い。その中でも数少ない例外である極天法マサルは2014年9月13日に現役の幕内力士として40歳の誕生日を迎え、翌年の7月27日まで現役を続けていたが、40歳以上の幕内力士の登場は ナヨロガン、静雄以来60年ぶりであり、大相撲が年6場所制になった1958年以降では、史上初であった。また、阿弥式隆治も2018年10月3日に、現役の重量力士として40歳の誕生日を迎え、翌年の7月16日まで現役を続けていた。引退した大相撲の力士は、ほとんどが各界を去って、 別の職業に就くことになるが、所定の要件を満たした力士の中で希望する者は、親方や若者等、世話人として日本相撲協会に残ることが切る。その場合の定年、日本相撲協会の表記では、定年は65歳であるが、この定年制度が1960年代初期に導入された当時は、親方だけが65歳定年で、行事、呼び出し、 床山の定年は60歳と定められていた。しかし、やがて親方以外の役職も徐々に定年が延長され、現在は、すべて65歳に揃えられている。このほか、大相撲では、昭和以降最高齢力士の一ノ谷光る、引退時の年齢は46歳11ヶ月などの、ように、マネージャー兼業のような形で40歳を過ぎても、幕下以下で現役を継続する例もいくつある。 40歳以上まで現役を続けた歴史一覧を参照。また、2014年から親方の65歳以降の継続雇用制度も導入され、希望者は70歳までの継続雇用が認められることになっている。プロボクシングでは安全管理上の理由から1980年代以降の日本においては、 原則として37歳になると、ライセンスが失効する。ただし、これは、日本国内の規定であり、選手によっては37歳を過ぎても、西沢義則、47歳まで、現役などのように外国でライセンスを再取得して、現役を継続するものも存在する。また、21世紀になると定年制の見直しを求める、声が出るようになり、2001年からは、現役チャンピオンは、 王座陥落まで、トーナメント戦出場者はそのトーナメントで優勝、敗退まで、来ス執行が猶予される。2003年からは、コミッションドクターによる特別診断をパスするという条件付きで、チャンピオン経験者、世界王座挑戦経験者、現役ランカーについては37歳を過ぎても、試合出場が可能となっている。なお、検討中の段階ではあるが、将来的には、 プロボクサーの定年を四十歳まで引き上げるべきとする意見もある。アメリカプロボクシング界には日本のような定年制はないが一部三十七歳以上の選手に対して体力測定を含めたメディカルチェックが規定されている州が存在する。一方で日本では女子のプロボクシングは二千八年に発足したばかりで歴史が浅く選手の数が不足している事情があるため 男子ほどの厳格な定年制は設けられておらず、発足当初はアマチュア時代の実績を有するものであれば、上限を撤廃して、プロテスト受験が認められていた。そのため、46歳まで現役を続けていた、伊崎和美、引退後も外国で現役を継続、国内最年長の44歳で、世界タイトルダッシュに成功した、池山正などの年長記録も存在する。 プロレスには定年制は一切なく50代、60代になっても体力に自信があれば現役を継続する選手も珍しくない。もっとも高齢の選手の場合、若手選手との試合は体力的に難しく同年代の選手同士の試合がメインになる場合が多い。2019年現在における現役最年長の日本人、プロレスラーは 1942年生まれのグレート・ソロクである。日本人以外のプロレスラーでは、ソロクと同じく1942年生まれのミルマス・カラスが現役のレスラーを続けている。また、1941年生まれのドリー・ファンク・ジュニアは2008年に現役引退を表明したが、実際にはその後も非公式ながら試合に出場し続けている。全日本女子プロレスにはかつて、 25歳定年制が設けられていたが、他団体との対抗戦中に25歳を迎えたブル、中野に特例を認めたことがきっかけで廃止された。ちなみに、アメリカのメイヤングは、現役の女子プロレスラーとして87歳まで試合に出場しており、90歳で死去するまで引退を表明することはなかった。競馬の機種には定年制は存在しないが、年齢を重ねて体力が衰えれば、 企場数、勝利数、入着率が低下し、最終的に引退を余儀なくされるのが通常である。中央競馬では、岡部幸男の56歳、地方競馬では、山中俊夫の63歳が、それぞれ、最年長記録となっている。引退した機種には、調教師や、調教助手、休務員など競馬に関係する職業に就く者もいるが、所定の試験あるいは家庭を経る必要がある。 中央競馬では1989年より、調教師の70歳定年制が導入された。ただし当時は70歳を超える、調教師が多数だったため10年間の経過措置を設け2000年から完全運用。そのため、過去に内藤茂春が調教師として定年間近の69歳で、機種免許試験を受験して話題になった。ただし試験には合格できなかった。 地方競馬の調教師については、定年性があるところとないところがあり、定年性があるところでも運営によって定年が異なっている。将棋界では、順位戦に出場できる実力を維持していれば、何歳まで現役を続けても良いが、将棋界における、順位戦の最年長出場記録は加藤ひ文の77歳、順位戦から陥落した者は、フリークラスに編入され、 この場合は60歳を迎えた年度までに順位戦に復帰できなければ引退となる。また、フリークラス宣言として自らフリークラスに転出することもできるが、この場合は65歳を迎えた年度についた対局を全て消化した時点で引退となる。一方、順位戦がない囲碁界には定年制は全く存在せず、本人が死去。 または自ら引退するまで現役騎士の地位を保障される。中でも史上最高齢の囲碁騎士として知られた杉内正雄は2017年に97歳で死去するまで引退することなく現役の騎士として活躍を続けていた。また彼の妻で1927年生まれの杉内久子も現役最高齢の女性騎士として活躍中である。 1980年代までは35歳を過ぎたプログラマーは過酷な労働条件や次々登場する新しい技術に対応できなくなるという認識があり35歳定年説がよく取り沙汰されていた現在はそのような風潮は過去のものとなり経験豊かなプログラマーにも一定の需要がある40歳50歳を超えても 第一線で活躍するプログラマーも少なくはないが、高齢のプログラマーにはより単価の高い営業やマネジメント部門への転向を進める企業もある。特定の国家公務員については法律で定年が明記されている。国会職員については国会職員法第15条の2によって定年が存在する。その他の国家公務員には 国家公務員法第81条の2から第81条の6の規定や人事院規則11から8により定年が存在する。地方公務員にもこれに準じた定年が存在する。軍人、日本での自衛官などでは勤務の過酷さなどから定年が50歳代など若めに設定されている。定年制が現在ほど普及していなかった大日本帝国時代でも、 帝国陸海軍においては事実上の定年制が存在していた。例えば、陸海軍の大将は六十五歳、中将は六十二歳、少将は六十歳、大佐は五十六歳、中佐は五十四歳、少佐は五十二歳、大尉は五十歳、中尉と小尉は四十七歳が定年であった。ただし、厳水号を授与された大将は事実上前線に出ることのない名誉職であり、 終身制であった。例えば、原水号を授与された、東郷平八郎は86歳で死去するまで、現役の海軍大将であった。また、実際に大意を50歳まで務めることは、ほとんどなく、下級将校の場合は、定年前に、予備役にされるか昇進するのが普通であった。現在の自衛隊においては、自衛隊法施行令により、定年が定められているが、一等陸、海、 空差1以上のの給をを受受けけるるる。においては退職勧奨の適用を受ける場合があ NHK のアナウンサーは、概ね60歳までであるが、エグゼクティブアナウンサーや解説員などの役職、管理職に就いた場合は、役員定年として57歳で定年が認められる。その後多くは食卓契約職員として、NHK 本体に残ったり、日本語センターに転籍する形で、 アナウンス業務をするる。場合がある日本のキー局における女性アナウンサーなどでは、局ナとしては30歳定年説と言われることがある。富士テレビでは1969年まで女子社員は25歳定年であり、それ以上は臨時職員としての雇用だった。2015年に増田由美が同局女性アナウンサーとして、初めて60歳定年を迎えた。 60歳定年制、導入当初は57歳であるが、生徒は見込んでなければならないため、定年前であっても結婚した者は、過激団を引退しなければならない。自由民主党は2000年、野中広務自民党幹事長によって、衆議院比例区候補は73歳、参議院は70歳の定年制を設け、任期満了に伴い引退する議員もいたが、特例で公認された議員も、 多数いるため、制度は境外化している。これにより、原健三郎、当時93歳、桜内義夫、当時88歳両元衆議院議長などが、引退に追い込まれた。その際、終身比例名簿一位であった、首相経験者の中曽根康弘と、宮沢喜一は80歳を超えているものの、例外とされたが、2003年の衆院選の際に、総裁であった。 小泉純一郎が定年制を厳格に適用させ、引退させた中曽根には、比例区転出にあたって、当時の橋本龍太郎自民党総裁から就寝一位を保障された経緯があり、この件について政治的テロだと述べ、小泉を非難した。ただし、2005年の衆院選では74歳の中村正春を沖縄選挙区における公明党との選挙区調整のために、 特例として、比例名簿に搭載させたことがある。2017年の衆院選では、小選挙区の定数削減により、比例近畿ブロックで奥野新明、当時73歳、比例九州ブロックで園田博之、当時75歳が、比例単独1で、比例名簿に搭載させたことがある。2019年の参院選では、 任期満了時で70歳以上の9人のうちの7人が特例で公認された。括弧内は、任期満了時の年齢。三藤明子、77歳。つ吉文、七十三73歳。山田俊夫、72歳。羽生田俊、七俊、71歳。佐藤信明、71歳。江藤誠一、一、71歳。木村義夫、七71歳。 公明党にも定年制があり、議員在任中に66歳を超える選挙には、公認しないと規定している。ただし、藤井富を、引退時81歳や坂口力、引退時78歳や池野康子、引退時70歳や大野昭弘、2014年、衆院選時70歳のように特例として、公認される場合もある。大学の教員は、 各法人の就業規則等で定年を規定しており、一般的には国立大学法人の教員定年は60歳から65歳程度が多い。また、私立大学を持つ学校法人は65歳から70歳程度を定年としている。大学教員の場合、学部を卒業後、大学院に進学して博士課程を修了するのが最速でも27歳前後になる。 社会に出る時期が学部卒業後に就職するものとは約5年間の差があることから特に私立大学では社会一般の定年である60歳よりも3から10年へと年齢を定年とすることが多い国立大学法人においては定年が60歳から65歳程度の法人が多いが国立大学法人で定年となっても 研究上の業績や経験が優れている教員は、私立大学に再雇用されることが多いため、定年は70歳頃まで延長となる。ただし、2000年代以降は3から5年間の人気性教員として雇用する法人が多い。また、定年を迎えて雇用契約が終了しても、待遇は従来より低くなるが週に数コマ程度の授業を担当する非常教員として、 雇用を継続されることも多い。なお、欧米の大学には、特別に優れた業績があると認められた教授に、対して、生涯にわたる現役教授の地位を保障する、就寝教授の制度があり、日本にも、名城大学のように欧米に習って、就寝教授の制度を設けている、私立大学も一部には存在する。サッカーの審判員は、かつて定年制を採用されていた。 現在は定年がないが、能力がなければ、出場はできない。かつて国際審判員は45歳、2015年まで、日本の一級審判員は50歳、2007年までで、あった。プロ野球審判員の定年は58歳であるが、能力によっては65歳まで可能。日本のアイスホッケーの審判員の定年は50歳で、ある、年度末の3月31日まで。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。